可愛いなと思います。スイカとかやっぱりね、飼いたいなと思ったりするよね。なんとなくね、読んじゃったりするから結局買っちゃったりもしますね。美味しそうなうな重など、あー食べたいと思わず商品を手に取りたくなるポップが所狭しとこちらに並んでいます。十日町市にあるスーパーマーケットで展示されていたのは絵画作品ではなく、独特の絵や文字が人目を引く手作りのポップ広告です。手掛けたのはなんとこのスーパーの吉田隆弘店長。うちみたいに小さいお店なんですけど、こんな商品があるんだとか、今の季節こういうのが美味しいんだとか、そういうのが伝わるような感じになっていっていただけたらありがたいなと思います。商品の特徴をお客に伝えたいと今年3月から制作を始めたといいます。絵や筆文字などは独学。今回特別にその制作風景を見せてもらいました。色とか形が本当難しくて苦労してます。伝わらないときは こんなことして唐揚げですとかこれも読むんですよ、お客さん。出来上がったときにあー美味しそうとか、なんかそういうのができるとニタニタしながら俺うまとか一人で言いながら帰ってましたけどね。こうして描くことおよそ10分、出来上がったのはメルカラ、うん、うまスーパー一押しの唐揚げメルカラの広告です。さらに NST のマスコットキャラクターナシテ君を描いてもらうと、うまく描けました。吉田店長がこれまでに制作したポップ広告は100枚を超えていて、捨てるのがもったいないということで今回展示することに。その反響は大きいようで、新聞載ってからいきなり叩かれて、うまいね、上手だよとか、それもすごい、最初恥ずかしかったんですけど、頑張らなくちゃと思って励みになりますね。なんとも味わい深いポップ広告が毎日掲示されている店内。お客も楽しみにしている広告ですが、制作に力を入れすぎて従業員からはこんな声も。ほどほどにと。しかし、お客への愛を込めたポップ広告は今後も進化を続けるようです。またちょっと新たな書き方のポップを今構想があるので、それでまた今度売り場でお客様に伝えていこうかな。まだ秘密なんですけど。